はい、今日はですね、後ろにホワイトボードがありますが、ここ職場です職場なんですけども、今日はね、ちょっと原付バイク、僕最近車から原付に乗り換えたということで、原付のね、燃費の良さをちょっとアピールしようと。どんだけ経済的にエコな、乗り物かっていうのをちょっと熱く説明したいと思います。まずですね、どれだけ、あれかっていうと、まず最初にこれですね。給油ね、ちょっとちっちゃい虫飛んでて邪魔なんだけどもね給油に関してね、これ車だったらこれね1回3000円ぐらいかかってるんですよ。ところがね、原付だとちょっとすいませんね、今虫がね本当にねうるさいのこの部屋、原付だと1回300円ぐらいで済んでるんですよこれすごいですよね。要は10分の1で済んでるわけですよね。これ月換算するとだいたい1週間に1回入れるので 3,4,12 で車だと 12,000円かかってるんですよ。ところが現車だと 3,4,12 でもう1200円なんですね。すごくないですか。経済的にもね、優しい乗り物なんですよ、本当にね。これめっちゃいいと思って、しかもね、税金に関しても車年間分大体7000円ぐらいかかってるのかな。に対して原付が年間1000円ぐらい、2000円だっけかなぐらいしかかかってないよと。2000円だった気がする、ぐらいしかかかってないよということで、どっちだったかちょっとコメントの方でちょっと正しい方、1000円だったか2000円だったかっていうのを教えてくださいね。っていうので、すごくこれ維持費もかからない、しかも車検ないです。車検なしということでね、めちゃめちゃこうなんていうんですかね、経済的にもこうエコな、経済的にエコな乗り物ですね。ただなんか噂によると、2020年のその東京オリンピック、これを機になんか排ガス規制があるから、排ガス規制を設けようっていう話で、なんか 50cc のバイクがなくなるんじゃないかって、原付っていうのがなくなるんじゃないかっていう話がネット上でちらほら出てるんですが、それはね、本当かどうかはちょっとわからないんですけども、仮に原付がなくなった場合って、じゃあ今問題提起しますけど、今高校生、ね、正直この近所でもバイク通学してる高校生とかもいますし、僕みたいに仕事でね、原付乗ってる人もいますので、そういう人たちがその原付っていうのが廃止になったらどうなんのっていうところがまず一つ、二つ目が、その原付を規制するのであれば、その今ある小型二輪、要は原付二種ですね、原付二種を、もっと取りやすくするとか、その規制を緩めたらいいんじゃないかっていう話もあるんですけども、これに関しては普通免許を持ってる人、普通自動車の免許を持ってる人であれば、講習2時間で、自動車学校での講習2時間でこう、なんていうんですかね、こうオートマ限定ですけども、小型二輪を取得することができるようになったよっていうところですかね。ただね、これの問題ですよね。9万円ぐらいかかるって言ったかな、なんかそんな話も聞きましたね。で、原付のデメリットなんですけども、まず高速乗れない、これは当たり前なんですよ、高速乗れないから、まず移動に時間がかかる。
僕はあの仕事でねちょっと遠くまで行くこと結構あるんですけども、まあ車で行くと今高速があるから、最後に高速乗ったの何月だっけなーって、最後に車乗ったのいつだっけなーってちょっと考えちゃうんだけども、車だとまあ 2,30 分で行くところなんですよ。原付だと1時間ぐらいかかります、倍で、それに付随してるデメリットなんですけども、まあ、車って普通にまあ50、60喜んであっちもか50、60出すじゃないですかね。なんですけども、原付ってどこであれ30キロという規制があるんですよね。やっぱりこの名前がもともと原動機付き自転車って言って、そもそもは普通の自転車にその原動機エンジンをつけて走らせたのが最初だから原動機付き自転車っていう言い方、要は 50cc 以下のバイクのことですよっていうことなので、まあ30キロ規制っていうのがあるんじゃないかな。で、その原付き廃止する動向っていう話もそうなんですけども、巷ではその原付きのその速度規制、これをなくした方がいいんじゃねえかって、どう考えてもね30キロで走るっていうのはね怖いんですよ。逆に流れに乗ってないからビュンビュン追い越して、車に追い越されるんですよ。道路走って、大きい道路とか走ってるとね、走ってると追い越されるんですけども、怖いのは幅をね考えないで真横、1メートル未満、数十センチのところしか感覚ない状態でピューって抜いていく車、あれ怖いんですよ。あれ怖くてですね、ちょっとね何回も怖い思いしてるんですね。で何回かね煽られたこともあるんですよ。一回ね夜走ってて、後ろから来た車が遠目でずっと威嚇してくるわけなんですよ。遠目で威嚇、ずっとねライト遠目にして、でお前どけみたいにそんなこと言わんばかりに、ね、私はちゃんとこう左側寄ってピャーンって走ってるんですよ。左側に寄って走ってて十分追い越せるのに、ライトを遠目にしたりあとパッシングですよね、でやってて、っていう非常識な車もいましたし、あとね大型ダンプカーにも煽られたことありますね。ちょっとその時はね私怖いと思って近くにこうバス停があったんでそこにこう避難したんですよ。そしたらねそのバス停塞ぐ形で止まって運転手降りてきたことありましたね。これも前喋ったかな、降りてきて、邪魔だこの野郎みたいに、言ってきたんですけども、違うダンプの運転手さんがお前どけっていう感じでそのダンプを追い払ってくれて助けてくれたっていうことがあったので、あの時はそのダンプの運転手さんに感謝ですけども、まあ、そういうことがね起こる結構起こるんですよね。でもう一つめんどくさいのがね二段階右折、この辺にも一箇所あるんですよ。二段階右折しなきゃいけないところが、それがねまためんどくさいんですよね。まあ僕仙台にちょっと出張ってねバイクで、まあ、5時間半ぐらいかかってね仙台に行った時、これ配信で多分録画残ってると思うんですけどふわっちの方で、仙台行った時にですね、やっぱ仙台市内で二段階右折って結構多いんですよ。仙台市内もう二段階右折をねもうせざるを得ないっていう状況がいっぱいあって、はたから見たらねこいつ何やってんだみたいな状況にもなりましたけども、まあでもね普通に右折しようとしてね後ろから追突されたとかね、対向車にぶつかったよりは全然安全だなと思って、こういう、まあ、仙台みたいなね都会走るときは安全だなと思って走ってたので、まあそれはそれでまあいいのかなと、思うんですけども、やっぱりそのまあある程度ね考えましょうよっていうところですね。ちょっと時代とねやっぱ逆行してる部分があるっていうのが今のまあ日本の法律でありで決まりであるので、何十年前の法律を未だに使ってるっていうのがありますからね。民法にしろ刑法にしろねあるので、そこはねこう時代に合わせた形でこう変えていけばいいんじゃないかなって思って、最後は政治の話になっちゃいましたけども、そういったところで今日は、この辺にしたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。